はいというわけで皆さんこんばんは、えっと、ボイクションさん提供の声優の三石琴乃さんのストップインボイスから始まりました、インボイスレディオ。えっと、本日は10時よりお送りしております、えっと。ストップインボイスの阿部でございます。どうぞよろしくお願いいたします。おっ、発足、岡本真弥さん、はい。はい、はい、皆様こんばんは、声優の岡本真弥です。今日もよろしくお願いします。はい、どうぞよろしくお願いいたします。えっと、はい、あ でちょっとこれですね、いつもの、えっと、私たちの団体の正式名称は、はい、インボイス制度を考えるフリーランスの会と申します。ストップインボイスの合言葉のもと、インボイスに関するさまざまな情報を発信しています、えー。本日は夜10時よりインボイスの問題点を深掘りするインボイスレディオ、本日もよろしくお願いいたします。はい、ということで、はい、本日のテーマなんですけども、えーと、渋谷区議会お話、前回一致を実現した渋谷区議会を深掘りしようという。 ことなんですけれども、えっとはいあの、この間、えっと、品川区で東京都23区、最後の6月、7月区議会が終わって、えっと、いろんなところから今、意見書がその、えっと、インボイスを延期を求めたり、中止とか見直しを求める意見書というのが、全国、今のところ、まだ多分ちょっとまだ集計できし終えてはいないんですけどおそらく170以上のところから、そういう意見書が出てるんじゃないかと。 でうん、うん、そんな中、えーと、23区でちょうど6月に、えー、と最初、杉並区でしたね。で,はい、で、中野区で渋谷区と、3つの区から意見書が出て、それが採択されたと。うんうん、で、渋谷区なんかは、全会一致だったと。ねえ、あれは流れ的にもすごい嬉しかったですよね。あ そうですねなんかわれわれ、こういう活動してたら、えっと、23区は意見書なんか通らないよっていうふうに結構言われてたんです、うん、あの議員さんたちから。うん、だけど、ね、うん、通ったというしかも渋谷はね、前回一致って,すごい致ってそうですね、すごいですね、まあ、全国的に前回一致のところって、おそらく30ちょっとぐらいあるのかな、あるんですけども、うん、だけど、その東京からそういう意見書が出るっていうのはあったんじゃないかと。うん ね通るだけでもすごいのに。はい。うんあれは沸き立ちましたね。沸きはい沸き立ちました。<laughs> ということでそうなんです。今日はその渋谷区議会の意見書の立役者とあのお呼びしているんだと思うんですけども、マ、ま、ヤさんもお会いしたことがは,はいはいあると思うんですけども、早速なんですけども橋本幸議員お話しいただけますでしょうか。お願いします。 はい、こんばんは、渋谷区議会議員の橋本幸です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。本日はお忙しいところありがとうございます。<laughs> ええー、ありがとうございます。ちょっと遅めの時間に調整していただきまして、い、ありがとうございます。こちらこそ、すみません、ありがとうございます。お疲れのところ、ええー、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。<laughs> あのまず最初にあの簡単に自己紹介なんかをお願いできますでしょうか。<laughs> はい、えっ、ー、と。 まあ、渋谷区議会ではえっと最年少今三十歳で議員をやっています。二十六歳から渋谷区議会議員になりなって活動してるんですけど、えっとその前は十七から九年間アイドル活動をしておりまして、仮面女子というアイドルグループで活動しておりました。でその経験をまあ活かしてというか、あのやっぱりエンタメ業界が私を育ててくれたと思っているので。 あのコロナ禍ではライブハウスの支援に取り組んだりとか、うん、あとはあの今日もさっきまであの地域のアーティスト支援のミーティングだったんですけど<お>私が住んでる笹塚っていう町を中心に笹塚、幡ヶ谷、初台本町っていうあの渋谷区の北側の地域を、まあ、地域のアーティストが活躍できるというか、うん、表現する場所がある町にしていこうということで、うんまあ、そういったプロジェクトにも 議員、ね、というよりは、一個人として取り組みながら、いやいや、す晴らしいです。渋谷も多いですもんね、ライブハウスとかもね。はい、ライブハウスがもう本当にいろんな、まあ、ジャンルがありますけど、まあ、大小合わせて200ぐらいあると言われてます。200! はい。すごい。これこそ渋谷なんか、僕もちょっとキーボード弾いたり、バンドや活動してたんですけど、渋谷だと、 ちょっとしたカフェとかでもなんかこうライブとかできるようなとこがあったりとかそうですねあとは、はい、あの今、都営住宅の1階部分をあのギャラリーとかアトリエとして貸し出す事業を始めたりとかあ,りあとは、えー、私が参画しているプロジェクトではその初代の新国立劇場の隣の道路を1年に1回あの道路を止めてそこで路上でライブができたりとか。 ギャラリーができたりとかする場を作ったりしています。ええー、はい、いいです、ね。<laughs> ありがとうございます。なので、あの、ぜひ興味がある方は、そういった部分でも。ぜひご連絡いただければ、あの、ライブしたいんだけどとか、ギャラリー。やりたいんだけどみたいな。<ー>ご相談いただければと思ってます。はい、ちょっと早速しちゃいます。大歓迎の渋谷区民じゃなくても、大丈夫なんですか。あ、渋谷区民じゃなくても、大丈夫です。本当に、あの。 渋谷駅の中心ではなくて、その発だとかの、うん、なんていうんですかね、うん、地域になるんですけど、うん、全然地域の人じゃなくても、うん、ウェルカムです。盛り上げてほしいです。じゃあ安倍さんぜひいいですよ、ね。<laughs> うん、そうですよね。やっぱりその大きな街での大きなイベントも楽しいんですけど、やっぱりこう住んでる地域とか、うん、いろんなところでこういうアーティストの活動とかエンターテイメントとかと触れられるっていうのは、またそれに参加できたりとか自分もそこに 演者として出演できたり、うん、そういう空間がたくさんあるってやっぱりいいですね。このあこの話にもつながってくると思うんですけどやっぱりその駆け出しというか、うん、そのお金もなくて活動する場所を借りたりとか用意することが難しい人に、うん、やっぱり地域がこう何て言うんですかね場を用意していくというか、うんうん、っていうのがすごく。 ありがたいんじゃないかなと思ってて、アイドル時代、やっぱり私も路上ライブとかしたらもっと新規とか増やせるのにとか思ってて、でも路上ライブってできないんだよねっていう感じだったので、そういう場を作っていきたいなと思ってますあ。ありがたいです。私も劇団時代があるので、<laughs> 笹塚の小さな劇場をやっぱり借りてやったりとか、ししました、はい、そうですよね、うんそ。今は、今なくなっちゃったんですよね、ちっちゃい劇場。<ー>でも路上でできるんだよね。<laughs> <laughs> そうそう、あの、一年に一回私道路止めるんで。かっこいいかっこいい。一 <laughs> 年に一回私道路止めるんでってすごいいいですね。かっこいい。<laughs> なかなか言えないですよ、本当に。<laughs> なんかお客さんにとっても、あの、ああいう、あの、笹塚とか発大とか、あのあたりも、あの、そうですけど、細かい小さな商店もあったりとかするし、新しいカフェなんかもあったりもするから、お客さんにとってもいろんな、なんていうか、宝物を見つけられるきっかけにもなりますよね、きっと。 そうですねあのやっぱり商店街のなんていうか振興っていう面でも本当にいいと思いますし、うんうん、やっぱり若い単身世帯が多い町なので、うん、そういう人がその自分が住んでる地域に愛着持ってもらったりとか地域でつながりを持ってもらうためのきっかけにもなると、うん、やっぱり地域としてもいざというとき助け合える町になると思うのでは素晴らしい、素晴らしいですね、阿部さん。<laughs> そうですねいいですねあのでせさ、えー、早速なんですけども、はい、そういう,こう渋谷区から、えー、とこう今、まあ、これ、インボイスレディオということで、インボイスのいろいろと問題点とかを追求している、えー、配信なんですけどもこう、区民からなんかそういうインボイスの話とか、まあ、そのボイクションさんがそれこそ面会されたことがあると思うんですけども、なんかそういう寄せられた声みたいなのって、橋本議員の方には何,何かどんなものが届いているとかってありますか 私のところに、その直接お話をしに来てくれたのは、あの、ボイクションさん。はい、で、うん、議会自体には、その、まあ、もちろん中止を求めるって言ったような、あの、声が議会に届いたりっていうことは、これまでもありました、うん、あなるほど。そえっと、おそらくボイクションさん、2回面会されてるんですかね。2>, はい、2回ですね。はい。その時の、なんかこう、所感といいますか。 感じるものとか、印象とか、二度目の時ですね。きっとあのし、そうですね。はい、ありがとうございました。三月、三月でしたっけ？うんとね、三月とかに来ていただいて、そう。うん、え、多分去年の末ぐらいに一回と3月そう、去年、そうですね。うん,うん、うん、あ、私行ったの十二月かな？去年の十二月ですね。ああじゃあ最初です、ね。一回目でした。 <あ>はい、違うか、さあ僕も記憶が曖昧です <laughs> <laughs> そうか去年に1回おわしてるんでしたっけね、僕、ま、も、あ、そうじゃないんですけど、<laughs> <laughs> まあ一緒にね、ずっと動いてますからね、はい、はい、そのと時って、橋本議員のこのインボイスに対するあの思いとか、理解度とかど、どんな感じだったんですかいや、でも私も全然、なんていうんですかね、勉強不足だったなって、当時、その話を聞いて思いましたね。うん、うん やっぱり国の,その目的とするその税の透明性だったりとか、うん、まあいわゆる何て言うんですかねより公平になるものというか透明性を担保するものだと思ってたんですよ。うんうん、でもちろんその事業者さんに打撃が来るとか、うん、その価格に転嫁しづらいその上がった分を。うんうん 価格に転嫁しづらい業種があるだろうなとは思ってたんですけど、それが具体的にどれ、どんな人が、どれ、どういうふうに困ってみたいな、うんうん、こう、イメージがそこまでついてなかったなって思っていて。うんうん、すごい私が思ってるのは、<も>あのー、まあ、私たちも11月に記者会見をしたばっかりで、あの、ちょうどデータが出揃って、それを持って伺ったと思うんですけど、今はね、いろんな職種に、うん、 要すするに声優だだけけけじゃなななくくとかアニメ業界だけでっってていいう,ふうな広がりを持っていますけど当時はやっぱりまだ声優業界のこと、それからやっぱりこういうエンタメであったりとかっていうのがかなり打撃を受けますという趣旨で伺ってたと思うんですけど、あの橋本議員はすごいもうなんかやっぱりご自身がやってらっしゃるから、パンとこちらが言ったことを 理解してくださって、なんか変換してくれるっていうのかな実際的なところに変換してくださって、あって、こう、こう、思いをこう、こう巡らせていただいて、反応をくださったという印象が私の中ではすごく強かったです。すごい、あの、心強くて、あ、やっぱり頭のすごくよろしい方なんだなって、よろしいって言うとなんか悪い意味が含まれてるみたいですけど、そうじゃなくて、本当に、あの、気持ちもあるし、頭のいい方なんだなっていうのをすごい印象。 ここちらこそなんです、はい、実際、その今のマヤさんのお話ではこう変換パッとしてくれてという話だったんですけど、やっぱりその橋本議員の,そのこれまでの,そのエンタメのアイドル活動とかそういうのもあって、やっぱり入ってくるものがあったんですかねそうですね、やっぱり私自身もそのエンタメ、もその駆け出しというか。 エンタメの業界で自分がいいものを届けたいっていう思いが第一なので、うん、なんかお金のこととかどうでもよかったんですよ私、うん、の活動してた時、うん、なのでなんて言うんでしょう全然普通に多分安い単価で働いてはいたんだろうなとは思うんですよ、うん、まあもちろんアイドルなのでその具、うん、合的なも部分が強いとは思うんですけど、うん でもそれを不満に思うとかってあんまりないまま、うんうん、でもいいものが届けられればっていう思いは共通していて、うんうん、でやっぱりそのアニメ業界とかエンタメ産業ってこうたくさん委託をされていくじゃないですかい委託あのどん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 降、はい、りていくじゃないですか、うん、そうですねいろんなスタッフがいたり、はい、そうですねでそういうたくさんの人が関わっていく中でそれぞれがやっぱりいいものを作りたいっていう思いがあるから、うん まあ、本当は日本はもうクールジャパンっていうふうにも言ってるし、うん、その日本の経済を私も成長させたいというか、うん、このままじゃいけないっていう危機感は強く持ってるっていうん、経済成長を絶対させなきゃいけないとは思ってるんですけど、うん、その国際的にも競争力のある日本の産業はの一つがエンタメ産業だって思っていて。 こんなになんて言うんだろうお金にならない世界だってことがそもそも、うん、なんか国策としておかしいんじゃないかなっていうのは前から思ってたことなんですけど、うん、さらにそのお金にならなくてもいいものを届けたいっていう思いで頑張ってる人の生活が立ち行かなくなってやめざるを得ないっていう状況になってしまうっていうのは、うん、これはだめでしょって。 っていうのはもうすぐ、なんて言うんでしょう、イメージとしては思います。ありがとうございます。そうなんです。例えば、私たちの業界の、もちろんいろんな業界、アニメも漫画もそうですし、他の業界もそうですね、一般の職業も。業界の抱える問題っていうのは確実にあるとは思うし、そこも改善はしていこうとはしていても、やっぱりその今、橋本議員がおっしゃってくださったように、あの、内装では触れないので、やっぱり景気が良くならないと、私たちだけが 賃金上げて上げてって言ったところで成立しないんですよね。だからやっぱり本当に国を挙げてそこは変えていただきたい部分もありますし、あの、インボイスに関しては、才能、私たちね、あの、才能とか商品じゃないですか。だから選んだり選ばれなかったり、まあ、だったり、<laughs> いろんな時代背,背景もありますけれども、それで淘汰されるのは、まあ、みんな、もう、了解の上でやっている。 一発当てて大儲けしたいという人もいるでしょうけど、その夢を見てやっている中で、税制でそれを諦めなきゃいけないということが、やっぱりすごく、この今回のインボイス制度で、あの、問題の大きな根幹の一つかな、ということを訴えに行きました。はい。あ。それが刺さりました。<laughs> とても。ありがとうございます。ちょっとすみません。 うんはい、ちょっとですね、息子がちょっと十秒くらいお待ちいただけますか。すいません。ああはい息。息子がやってきまして、はい。すいません。はい、復活しました。もう大丈夫、えー。はい。はい。えっと、えっと、はい。それであの先ほど、あの先ほど橋本議員えー、っと、最初にこうボイクションさんとお会いした時に。こう。その時はまだこうピンときてなかったっていうお話があったんですけども、実際こう。 議員さんと我々一般の人がこう面会するって結構ハードルが高かったりするんですけども、やっぱその市民の方とか区民の方がこう会いに来るってどういうものなんですかそ,そ,そしてその会ったり会うことであって、やっぱりこう議員さんも何か変わってきたりするものなんですかそうですね、もうめちゃめちゃ変わります。あの私、初出馬した時に。うん もちろんん掲げてたマニフェストがあるんですけどその時に関心があったのはやっぱり教育のことだったりとかその女性の不妊治療の支援だったりとかみたいなことが興味があったんですけどこういろんな人と会っていろんな意見を聞いていく中でまちづくりのことめちゃめちゃ興味あるというか楽しいなって思うようになったりとかその女性の健康課題の 支援をしたたいと思うようよになったりとかスタートアップ支援に力を入れたいと思うようになったりとか、うん、本当に出会う人によってやっぱり興味の輪がどんどん広がっていくというか、うんうん、なんか私が結構その性格的に落ち着きがないタイプというか <laughs> <laughs> 結構こう欲張ってこうあれもやりたいこれもやりたいあれもやりたいってなってしまうタイプっていうのもあるんですけど、うん、そのいろんな人からこう話を聞いたりとか声を聞くたびにどんどんその 関心領域が広がっていって、うん、あの、っていう感じなので、めちゃめちゃ影響を受けます。うん、なるほど。じゃあ、やっぱり、これは市民側も勇気を振り絞って、会いに行った方がいいってことですかね。そうですね。会いに行った方がいいと思います。うん、ただ、その申し訳ないことに、そのそもそもの価値観とか。うん、その地層が違うパターンっていうのももちろんあって。うん、あの、例えば、私は、なんていうんですかね。 その多様性を大事にしたい選択肢を増やすってことを大事にしたいと思ってるんですけど、うん、だからやっぱりそれとはまた違う考え方の人にこうあるべきだっていうご意見を頂い,いても、うん、ちょっとそれはやっぱり私は私の何て言うんですかね価値観とかポリシーに共感をしてくれた方に投票して頂い,いて活動してるのでそこにやっぱり迎合しちゃうとブレちゃうじゃないですか。うんうん、な,なので ちょっとざん残念なんですけど私と考え方が違うみたいなのでその誰々さんだったら共感してくれると思いますみたいな感じで多分その方が頼る本当に頼って効果がありそうな人をご紹介してっていう感じにしてますあ,あ,あ,、うん、あなるほど紹介そうですね僕らも結構いろんな方に議員さんに会うとその話だったらこの議員さんいいかもって結構紹介ってあります確かに。 そうなんですよ。うんうん、なので、うん、あの、必ずしも、その、最初に扉を叩いた人が、対応最後までしてくれるかっていうと、うん、多分ケースバイケースなんですけど、つなげてくれることが多いと思います。わかります。なんとなく私も、あの、陳情って初めて、生まれて初めてなんですね、このイーボイス。そうですよ、ね。はい。でもなんかね、 いい意味で、あの、たらい回しにされるということではなくて、なんかわ、わらしべ長者わらしべ長者みたいな気持ちになりました。うん、あの人にもあったらいいよとか、はい、こっちもっと詳しいよとか、あのー、それはすごく感じたし、面白いし、興味深いし、あと、例えば、インボイス制度っていうのは、まあ、その思想というよりは、まず知らない、議員さんでも知らない方がたくさんいらっしゃるんですね。うん、で、あの、 例えば、声優業界のことで言えば、もちろん声優の話じゃんってなってしまうかもしれないけど、やっぱりこれは、いろんな職業に関わって、こういうことがあると、例えば私たちはこうなりますという伝え方を今もしてるんですけれども、あの、こう、は橋本区議みたいに、こう、あ、そうなんだとか、その後勉強してくださったりとか、そういうことがないまま、あの、門前払いしてしまう人もいるので、あの難しいんですけど、私たちは、なるべくこう、 知ってしいこういうなんていうか実情がありますというのはくじけずに伝え続けようかなっていうふうにそれは本当に事実なので、うんうん、こういうこういうなんていうんですかね影響を受けて、うん、実際にこうなってる人がいるってことは事実なので、うん、なんかそれはもっとたくさんの人に知ってほしいなって思いますし、うん、なんかそのやっぱりインボイス の制度の是非ってなってしまうとちょっとそのシャッターが降りちゃうような人もいやでもこういう人が困ってて渋谷ってやっぱエンタメの街だしカルチャーを応援したいじゃないですかなくなったら困るじゃないですかで若い人がこれからどんな成長を遂げていくかもわからないのにその目を積んじゃいけないんですよっていういけないと思いませんみたいなこう言い方をする言い方をするというかまあそれは多分 事実というか、うん、一つのこう事象なので、うん、それをやっぱり渋谷としてはどう捉えるのかっていうところだとそのインボイスの是非みたいな、うん、この政治的な立場を超えて、うん、みんながこう合意できるところがあったんじゃないかなと思います。うんうん <laughs> うんそうですね。ちょっと今、今のお話とつながってくるんですけど、あのー、まあ、渋谷区では、その意見書が採択されたんですけども、この請願書をこう出し出す、動かれたっていうのは、具体的にどの、いつ頃から始めたんですか、そういう動きというのは。えっと、3月に2回目の訪問をいただいてから、その、延期という形で、 意見書を出すことができないかというご相談をいただきまして、で、その時がもう、あのこの任期最後の定例会の、もう意見書を出すタイミングがもう終わってしまってたので、はい、あの選挙が終わって、もし私がその二期目の任期をいただくことができたら、次の定例会で、その、まあ私はまだ議会ではそんなに発言権がない方なんですけど、その調整したい。 っていうことはお伝えして、で実際その選挙が終わって、うん、最初の議会が始まるときから案文を作って始めました。ああ、ありがたい。なんかこうボイクションさんから聞いた話だと、こう全会一致というのをもともと目指していたみたいなお話を伺ったんですけど、それはああってますか？そうですね。あの渋谷区議会のその慣例で、うん、意見書をあげるのだったら区議会全会一致 がいいよねまとま,ま,とめまとまったものを出したいよねっていう慣例みたいなものがあったので、うんあ。じゃあ渋谷区では前回一致じゃない意見書っていうのはないってことですか私がいる間は一度もないですね。<あ>誰かが乗らないっていうと。なるほど。そねはい、あそうなんですね。 ねはいとなると結構なハードルの高さになったったんじゃないでしょうか。そうですね本当にあのなんてうんですかね本当に通った時はおおってなりました。うんうん、いや僕らもおおってなりました。反対議員とかはいらっしゃらなかったんですかそこまでの道のりでそうですねやっぱりその皆さんがこの内容だったらうん。 完成できるっていうものを作るために、うん、あの本当に私がいつも頼りにしているその会派の先輩方が、うん、あの会話をしてコミュニケーションを取ってくださったりとか、うん、その先輩の、まあ、アドバイスに従って、うんまあ、修正をしてっていう形でやったので。うん、はい じゃあ,あ、れですよね、じゃつまり議会が始まって、要はいけ、えー、と請願書を提出する前に、もすでにそういうすり合わせみたいなのをずっとやられてたっていう感じですかそうですね、あのー、そもそもやっぱり議員一人一人で考え方が違うので、うん、やっぱりその、なんていうんですかね、まあ、丁寧に話をしてっていうことはしていました。うん うん結構ですね、我々その自民党の議員さんとか公明党の議員さんともこう連携してたりするんですけども、その自民党とか公明党のでインボイスを反対している地方議員の議員さんたちから、渋谷区はどうやって前回一応勝ち取ったんだっていうの問い合わせがいくつかあったんですよね。ど,どうやってそ,のそれこそ自民党、要は自民党とか公明党さんって、インボイス推進する側というか、ま政府の側の人たちなので、そういう方たち ってすんなりはでも、きっと賛成はしてくそう、いや、でも、その意見書の内容を見ていただければ分かると思うんですけど、インボイスの,その是非というよりは、うんその、少なくともこのコロナ禍と物価高騰のタイミングで、うんうん、地域の経済が再生する前にやることではないんじゃないか。 タイミングが違うんじゃないかっていうところと、うん、や渋谷としてはやっぱりそのエンタメカルチャーっていうものを大事にしたいよねっていうところの,、うん、その地域性、うん、地域性とそのタイミングっていうところに論点をこう絞ったっていうところと、うん、その延期も含めて検討するっていうことを求める意見書っていう、まあ、そのかなりまくどい趣旨 ではあるんですけれども、うんうん、まそういった反対する理由がないものを作るっていうことを心がけました。うんうん、でもやっぱりその原<あ>書のその内容自体が弱くなって調整で弱くなってしまったとしても、うん、やっぱり明るっていうことが大事だと思っていたので、そこはその。 だいぶマイルドな形になるとしても、うん、調整するっていう形で、まとめますいや。なんか私の感想というか感触なんですけど、それでも本当に骨抜きにされてしまうものもいっぱい見てるんですね、私たち。これも何を言ってるんだというようなものを。だけど、正直渋谷区議会さんのやつは、そこまでぼんやりしてないと思うんです。マイルドにはもちろんなってはいるんですけど、ものすごく、あ、う、の、ん、 やっぱ日本の芸術文化、アニメコンテンツ産業であったりその未来の若者たちっていうのはやっぱり渋谷にとってとても大事だと思うそこの論点とやっぱりちゃんと延期を含め慎重に検討することを強く求めるものであるというのもあの素晴らしい意見書だなって思いながら拝見しています。ちょっと意見書あのこれ 発表しても大丈夫なものなんですよね、意見書。あはい公開されているものなので大丈夫です。はい、ちょっと、あのー、要所要所をお伝えすると,、えっと、意見書のタイトルとしては、えっと、適,格と適格請求書等保存方式について、延期も含め慎重に検討することを求める意見書、うん、ってことなんですねここれなかなかかのタイトルも、うん なるほどというこう,う,うなってしまったというか、この延期を含め、慎重に検討するって言われたら、そうだよねってなりますよね、うん、確かに、うん。そうですね結構、僕らもこう意見書、議員さんにこう相談受けて、手伝ったりもすることもあるんですけど、結構、いや、いやここはやっぱり中止を求めるんだって、すごく強くい言いたい議員さんもいたりとかして、でもなかなかそういう意見書ってやっぱり通らなくて。うん だけどこの渋谷区から出たこの延期も含め、慎重に検討することを求めるっていうのは、なかなかやっぱり採択されやすいいい案なのかななんて、うん、僕なんか、素人ながら、うんはい、感じました。で、ちょっとあと、今、ご紹介すると、えー、と今、橋本議員からもあったように、まあそのえー、ここら辺ですかね、まあ、世界的にも注目が集まる日本の芸術、文化、アニメ、コンテンツ産業の業界内調査によると、インボイスによって、 事業者が20代、30代下積みの若手,世代若手世代であり、それは産業の未来を担う若手が育たず、業界が衰退することを意味すると、うん、これまさにこなかなかこのエンタメの話とか、ここに盛り込んできた意見書っていうのも、うん、渋谷区ならではかなって思ったんですけど、この辺がやっぱりあれですか、ね、渋谷区として押したというか、皆さん納得していただいたところというか。えー はい、あのやっぱりボイクションさんのやっぱり統計データっていうのがやっぱりすごく説得力があるものですし、はいはい、ありがとうございますやっぱりそうですね、本当に共感いただけるポイントだし、その私がその先輩議員とかにこの意見書を出したいと思ってるんですっていう話をするときに、自分の実体験を話しながら当事者として話せる部分、うんうん だったので、ここの文言は、その。うん、書きたいなと思って。うん。ゆるゆるました、うん。うん。なるほど。嬉しい。なんかもう、まさに、私たちの代表が。出てくれてるという感じが。します、うんうんうん。で、えっと、その次のところが、まさに、その。今のこの時代背景といいますか。えっと、物価高騰や、コロナ禍のし。 もとでインボイス制度を実施すれば、中小企業や個人事業主、ひいては芸術文化など、多くの営みが廃れかねない、自、うんまあ、実態にも本区にもさまざまな声が寄せられていますというところが書かれていると、そういう意見書だったと。うんうん、これってど,どのぐらいそのやり取り、例えば自民党さんと公明党さんとやり取りってするものなんですかそうですねあの まあ議会には幹事長会っていう、その意見書それぞれの会派でどう、なんていうんですかね、あの、賛成するか反対するか、まあその文言を変えてくれるんだったら賛成するとか、まあそういった態度を表明する場があるんですけど、まあその会議体の中でも、まあやりとりというか、その平場,でと平場でというか、やりとりがありましたね。うーん なるほどこれ一番やり取りで大変だったとこってどんなとこですかいやでも結構皆さんなんていうんですかね分かってくださって、うんあの「ここだけ気になるのでここだけ変えてもらえれば」ぐらいの、うん、こうご意見をいただいたりとかっていうことだったので、うんはい、本当にやっぱりその私の,その先輩の議員さんたちが。 話し合ってくれたりとかしたので、うんうん、やっぱそこはなんていうんですかね、議会内の調整がうまくいったのかなと思います。ああ、ちなみになんですけど答えお答えできなければいいんですけど、どどんなところを直したりとかってしたって聞いてもいいんですかね。と <laughs> ど,どうなんでしょうあの一応その議会全然そんな言っちゃいけないことじゃないと思うんですけど、うん、そのあえて議事録に 乗らない場所というか、その水面下で話したことなので、なんかここで私が言ってしまうと、やっぱり、なんていうんですかね、信頼的にどうなのかなって部分はありますはい。でもそんなに、なんていうんですかね、言っちゃいけないことじゃないんですけど、でも、やっぱり皆さんのやっぱりこう、これからもね、いろんなのを通していってもらわなきゃいけないので。 うん、なるほど。うん、となると、やっぱり渋谷区の議員さんたちは、自公政権も含めて、結構理解,理解してくださったっていう感じだったんですかね、もともとがっていうか。どうなんでしょうね、やっぱり地方議員の方って、やっぱり地域と近いので、うんうん、やっぱりその中小事業者さんとも、地域の事業者さんとも近いですし、うん、距離が。うんうんうん やっぱりその実際に上がってくる声っていうのはやっぱり届きやすかったりとか実感を持って感じてもらいやすいっていうところもありますしその地域経済がやっぱり疲弊しているという実感はあった上でというところだと思いますもちろんそれぞれのお立場があると思うのでなんかそれをなんかその何て言うんですかねこの意見書に賛成したんだからどうみたいなことを言ってしまうとやっぱりなんか。 それは違うのかなとは思ってはいるんですけど、少なくともこの論点というかこの部分はみんな同じ思いだってことは確認できたのかなと思います。うん、なるほど。はい、あすみません。<laughs> すみません。私<え>あのその自民党さんでも公明党さんでもないので、その本 <laughs> 本のその気持ちを代弁することがやっぱり、えー、やっぱり誤解を招まね招いてしまうと、うんうん、はい。 申し訳がないのでで、うん、そうですねこれ、えっと、意見書、あのー、あこの僕ら結構、意見書他の議会からも出したいとかって思いがあったりもするんですけどこのよくこう議員さんから言われるのはこのインボイスって国政の問題だから地方議員は関係ないんだよねっていう地方議員の方っていらっしゃるんですけどその辺って橋本議員ってどう思われますか そうですね直接の議論ができる場がないのでそのっていうのもそのやっぱ区議会って行政に対する何、うん、て言うんですかねじゅ行政に対して住民を代表して意見を言うものなので渋谷区議会に対応している行政って渋谷区役所なので、うん、渋谷区役所ってインボイス制度を進めているわけでもないですし考えたわけでもないですし、うん、何の権限もないので、うん、その議員の仕事として 議会で具体的に何かをするってやっぱり国に意見書を届けるぐらいしかできないんですよ。うんはい、っていう部分が大きいので、うん、はいって感じですねうん。なんかやっぱり我々としてはすごく,すごくそのインボイスって、はい、まあ確かに国政の税制の問題なんですけど、すごくやっぱり地域社会がより関わってくるものなので、ぜひともいろんな。 あのー、地方からこういう声が、意見書とか上がってくれるといいなと思ってるんですけども、はい、なんかこう、今後、これ聞いてる、えっと、今、ぱっと見ると、議員さんもいらっしゃったり、<laughs> まあ、一般の方、あ海田裕子さんも、保育所の声優の海田裕子さんもいらっしゃったりするんですけど、うん、これ、今後、我々がこが市民として何かできることって、どんなことがあるかみたいなのって、何かありますか。 でもやっぱりそのリアルな声というか実体験というか、うん、そのご自身の当事者としての声っていうものは、うん、やっぱり地方議員はあの聞いてくれると思うので、うんうん、身近な議員さんにお話しされるのがいいと思いますそうしたらその議会で意見書を出すことにつながったりとかあのさっきそのできることないって言っちゃったんですけどそのサポートっていう部分で、うん その自治体でできることはあると思っていて、うん、その、うん、インボイス制度自体じゃないですけど、例えばその、なんて言うんですかね、ま、ざまな手続きのサポートだったりとか、うんその、そもそも制度を理解してない人に向けての、なんて言うんですかね、まあ、広報だったりとか、うん、まあそれプラス、そ,のそれで経済が苦しくなった人に対する経済支援だったりとか、うんうん、その副次的なことでできることっていうのがあると思うので、 それぞれの自治体の,その地域性にあったことを、きにいさんが考えてくれるきっかけになると思うので、うんまあ、当事者としての声を伝えるってことは、やっぱり市民としてできることだと思います、うん、なるほどあの、それこそこの間、このクリエーターの方といろいろお話ししてたら、俺、渋谷区引っ越そうかなって、その方おっしゃってて、<laughs> <laughs> あのそ,それこそやっぱりインボイスのこととか、そのエ,エンタメがこう危ないんだとか、そういうことをちゃんと区として。 国に意見書を出してくれたっていうのは心強いからやっぱりクリエイターそういう町に住みたいよねってその方おっしゃっててまさに今橋本議員がこの例えばこのサポートとか経済的な支援が何かできるかもしれないっていうお話があったんですけどやっぱそういう発想がやっぱり議員さんの中からも生まれてくるってことですかね、うん、こういう声を上げていくと。はいもうそうだと思います。あの実際にここれだだけ苦しくなるんだってことを 知ってもらってるってだけでも全然違うと思います。うん、す、すごいなんか理想的ですよね。きっと、区がやってくれる。で、そこに住みたいっていう、ね、サポートしてくれる。だから、みんなが住みたくなるような、うん、しかもその、例えばそのクリエイティブなことを売りにしてますって言ったら、クリエイターたちが来られるっていう、そこが住む街となるっていうのは、なんかすごくいい相乗効果というか、うん、素晴らしいなと思います。 サポートのとこであで私からのお願いというか、ですね、えーとはい、税理士の数って全国,で全国で8万人なんですよ、はい、でフリーランスの数って1500万人で、これ考えると税理士足りないんですよ、<laughs> 確実にインボイス始まると。うん、で、僕なんかの考えの立場としては、インボイスは無理だと思ってまして、やること自体がもそもそもあの、それはやっぱりその税理士の数から考えても足りないと。 で世界では、えー、と経済的に、えー、余裕がない小規模事業者は、えー、税理士に頼めない方っていうのは、ボランティアがしあの税務の支援をするっていう制度がある国があったりするんですとか、まあ、そういう制度がまず日本ってな、日本は、えー、と税務援助ができるのは税理士だけなんですけどもで、世界ではそうじゃなくて、他のボランティアの方が手伝ってくれたりとか、あとはそのインボイス、日本は。 えー、帳簿保存方式とインボイス方式の併用っていうのも、これも日本だけだし、えー、と付加課税方式ってあ世界では付加課税方式っていう方式があるんですけど、日本は自己申告制なので、ま,あ、まさに確定申告が 2>,、うん、国が2回来るようなものなんです、うん、でなので、おそらく本当にこれ始めてしまうと、来年3月、税務署もパンクするし、うん、の無申告のフリーランスも出てくるはずなんです。うんうん なので、ぜひともその辺はあの渋谷区でも、僕は渋谷区民ではないんですけども、なんかその辺の中をサポートとかも考えていただけるといいのかななんて、ちょっと僕からのお願いと言いますか。ありがとうございます。あの私が手続きめちゃくちゃ苦手で、<laughs> あの本当に手続きが嫌いなんですよ。<laughs> めんどくさい手続きがなので、本当にそのストレスのない手続きの体制っていうものをこれまでもあの進めてきているので。 そのあたりのなんていうんですかね、デジタルを使って、本当にスマホ1台あれば完結するぐらいの簡単な,なん体制みたいなものは、うん、もう作っていきたいし、そういう社会に私は住みたいので、うん、本当に、うん、あの私も毎年確定申告が憂鬱なので、<laughs> <laughs> 憂鬱です、ね、<laughs> はいぜひ、もう本当にそれを熱望する一人として。<laughs> 考えそのでも、まあ、クとして何ができるのかっていうのを考えていきたいと思います、うん、はいそうなんです、我々としては、そのインボイスが始まると確定申告国が2回来ますっていうふうに言ってるんですけど、うん、もう本当にフリーランス、まあ、それこそ、あそうか、橋本議員、アイドルやられたとっていうのは、個人事業なるほど、大変ですよね、確定申告。大変ですね <laughs> そうなんですよ。だからそれが2回来るのがインボイスなので、うん、いや本当に今後、フリーランスは大変だなと、事務処理だけでもっては思います。 なんか、さっき言ったように、その、届けないっていうか、その、納税しない、する、しない、んなんていうのする意思がないわけじゃなくて、気がついてない人がいっぱいいるんですよ。その、うん、インボイスに登録してねって言われて、したはいいけど、それで消費税の納税義務が発生してるということを、すら知らない人っていうのがたくさんいるので、その辺の混乱も、まあ、出てくるんだろうなっていうのを、我々はこう予想してるというか。 そうですねもちろんその延期を含めて慎重に検討してほしいっていう検証を出しているので、うん、延期になってほしいんですけど、うん、とはいえ、やっぱりその迫ってるので、うん、そのあたりのまあ丁寧な周知だったりとか呼びかけみたいなものはやっていかないとなでも本当に延期しなきゃまずいと本当に僕は思って,ていて普,普通にパンクする。 しあの理解してる、まやさんもおっしゃってたように、理解してる人があまりにも少ないので、うん、まあ、始められないんじゃないかなと思っているのであと今、ツイッターなんか見てても、うん、やっぱあの経理の方、企業側のね、まあ、課税の企業もそうなんですけど、経理の方とか、そういう税関係の人たち、経営会計とか、そういう人たちの悲鳴っていうのは、本当に日々どんどん増えてきてるっていう。 実感がありますねものすごいって言って、うん、インボイスしねって言ってる感じに <laughs> なってますね。きっと10月に制度開始になる前に、僕らは止めたいと思ってるんですけど、うん、まあその10月近づくにつれ、そういう声が上がってくるのかな,なっていうのは、うんうん、はいはいというところで、どうでしょうか、最後、橋本議員から、これだけは。 伝えておきたいとか補足するべきところとか中もしあればいかがでしょうか。はいあの本当にありがとうございました。あの私自身やっぱりいろんな人からの意見をいただくたびにやっぱり勉強になるなって思っているので、うん、まあこれからも気軽にあのボイクションさんはじめご意見聞かせてほしいというか <laughs> 何かあった時にはお話ししに来ていただきたいなと思って。 おります。ありがとうございます。はい、いや嬉しいですね。ま、まやさんからもどうでしょうか。そうですね。あの、橋本議員の、あの、ライブやってた後のこれ、明日も頑張れるよって言われたのが嬉しくて、明日も頑張ろうと思える社会を作りたいっていう言葉があるじゃないですか。誰もがそれぞれの生き方を選択できる社会。教ありがとうございます。 それが私は本当に素晴らしいなと思っていて、あの、延期してほしいって願っているのは、やっぱりその、明日も頑張ろうっていう、その、気持ちその、なんていうか、この来る3月っていうのはまだ払えちゃったりすると思うんですよ。3ヶ月分なので。んだけど、うん、その先とか、あと、これから夢を見て、こう、アイドルだったり、声優だったり、歌手だったり、そういうものになりたいと思っている人たちの未来、 のこともやっぱり考えて、みんなが、まあもちろん町の工場とかもそうですよ。明日も頑張れるって、頑張ろうっていう世界になったらいいなと思うので、ぜひあの、橋本区議にはこれからも頑張っていただき、いただきたいと思います。ありがとうございます。あり,ますありがとうございます。なんか会いに行きたいなと思える議員さんっていうのがまたね、はい、嬉しいです。うん、元気をいただけるので。ありがとうございます。<laughs> あの、 いつでも本当 <laughs> <と> <laughs> そ,そんなこと言っていいっ大丈夫ですか。言 <laughs>、はい、っちゃお <laughs> あ、だからあれですね。あのイベントの時ですね。その道路を歩いた時に、はい。10月1月の15日にあの地域のプロジェクトで初売の新国立劇場前の通りで、うん、はい、あのイベントをやっているので、うん、もちろん会いに来ていただいても嬉しいですし、うん、あのアーティストさん。 あの音楽やアートなどで表現したいことがある方は、ぜひご連絡いただければあああの参加していただきたいと思っております。まだ間に合うんですか、<あ>その応募まだ間に合います。じゃあ、4月末まで募集してまださい。その応募もできるし、見に行くこともできるし、えっと、私は道路を止めに行ったらいいですかね。道路はあのあのちゃんと、なんていうんですかね、警備員のちゃんとしたる人が。 止めてくれ私が車にストーップって言わなくて大丈夫ですかね大丈夫です。<laughs> <laughs> ありがとうございます。ね、まやさんは車にじゃなくてインボイスにストップって呼びかけてくれるわかりました。車じゃなくてね。両, <laughs>、はい、両方ストップしますけど。あ、両方ストップで、はいじ。じゃあぜひ皆さんチェックしてください、10月15日発売の、はい。そうですね、はい、まやさんも宣伝もしかしてあったりしませんか宣伝 23日のこと,とか、さん大丈夫ですかそうか。さあ、全然自分のこと用意してなかった。あの、<laughs> <laughs> 23日の何曜日だっけ日曜日ですか、ね、日曜日。そう。えっ、ー、と、下北沢の楽園さん、はい、で、あの、清水博さんの、えー、かあ、違う、スタンドアップコメディの。そうですね、はいあー。あ、ちゃんと用意してなかった、私、なんか。すみません、突然降っちゃって。<laughs> えっと、に出ます。うんと、どうなる日本。 ないと、みたいな、ちょっと、ナマチックなんですけど、あのー、ジャーナリストの持月磯子さんとゲストで二人呼んでいただいて、清水さんと善次郎さんかな。あ、あと、抜けてたらごめんなさい、ちゃんと今、ページが開けてないんですけど、えー、っと、多分、私はスタンダップコメディの方じゃない方で呼ばれてるとは思うんですけど、はい。あの、うん、<laughs> インボイスのことを語りに行ってまいります。 はいあ。詳しくは清水博さんのサイトか何かで出てくるんですかね、はいはい、私もツイートしてますし、ストップさんの方もツイートしてくださってますし、ボイクションの方でもツイートをしてくれてますので、ぜひ皆さん、まだチケット大丈夫なのかなとにかく、わーっとみんな集まっていただいた方が、そういううねりになっていくので、ぜひ皆さん、いらしていただけたらと思います。下北沢です。23日です。よろしくお願いします。はい。はい はい。というわけで、本日のスペースは録音を残し、後日 YouTube でもアップします。ツイッターのフォローや YouTube チャンネルの登録もよろしくお願いします。オンライン署名もまだまだ集めています。そうですね。オンライン署名の、うん、えっと、アンドロイドからの署名の仕方動画っていうのをあ新たに作りましたので、公式の方からもお知らせしたいと思いますの、うん、で、ぜひとも拡散よろしくお願いします。はい、あれ、わかりやすいですね。あ、そうですね。うん、機械音痴の私でもなんか、はい、あーって思いました。 <laughs> メンバーの方が一生懸命聞いてくれました、はい。署名の方もちょっと、あの、何かないとグンと動かなくて、はい、今ちょっと停滞しがちなので、ぜひあの、もうこれお聞きの皆さんは署名してくださってる方が多いと思うんですけど、ぜひあの、ちょっと広めて拡散していただけると、新たにね、この問題に気づいた方たちもどんどん出てきてますので、ぜひご協力のほどよろしくお願いいたします。 はい、お願いします。そうですね。一応、こう、まあ、チラッとだけお伝えすると、またちょっといろいろ企画、イベントを考えておりますので、はい、その時に、えっ、ー、と、どこか政府の方に届けに行こうと思いますので、よろしくお願いします。はい、橋本議員もぜひ、なんかお友達とか、はい、あの、クリエイターの方がいたら、ぜひ教えてあげてください。あオンライン証明集めておりますので。ありがとうございます。はい。よろしくお願いします。<laughs> というわけで、本日はありがとうございました。お忙しいの中、橋本議員、ありがとうございました。 ありがとうございました。ありがとうございました。はいありがでは失礼します、はい。聞いてくださった皆さんもありがとうございました。はい、ありがとうございました。はい、ありがとうございます。おやすみなさーい。音が出ないのかな音ン <laughs> <laughs> <laughs>